はい、今回は他人から裏切られることが多い人ということで話していこうと思うんですけども、まあ、YouTube のコメントにね、他人から裏切られることが多いですっていうようなことが、コメントとして書かれていたので、そちらに対して考えていきたいなと思います。で、このチャンネルではそういったコミュニケーションとか生き方考えとか、そういった部分に解説しているチャンネルなので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いしますということで、今回も内容に入っていきましょう。まず、人から裏切られるっていうのは人によって定義が違うんですよね。ここからは裏切られたと感じるっていう部分って結構人によって違うんですよ。だから人によっては自分との約束を破られたら裏切りなんだっていう人もいれば、人によってはこれ誰にも言わないでねって言ってたことを人に言われたら裏切りなんだとか、人によってどれか裏切りとかって違ったりするわけですよね。だから僕ら小学校の時とか結構なんかみんなあいつに裏切られた、あいつに裏切られたっていうのが結構いろんな人言ってましたけど、でもなんかどっからが裏切りなんだろうなっていう定義って結構難しいなっていうふうに思うんですよ。だからこれって人それぞれ主観で決めているものだなっていうふうに思うんですね。自分が納得いかなかったら裏切られたんだっていうふうに判断しているっていうことだと思うんですよね。つまり裏切られたと感じる時っていうのは感情で判断してることがほとんどなんですよ。自分が辛いって思った、自分が辛いと思ったからこれは裏切られたんだっていうふうに考えるっていうことなんですね。まあ、これって大体のことが言えると思います。裏切られた時っていうのは大体自分で決めてると思うんですね。自分が辛い、悲しい、寂しい、そう思った時にあいつはこうこうこうしてくれなかったとか、あいつはこうこうこうだっていうふうに決めつけている、自分で決めつけているものだというふうに思うんですね。まあ、もちろんこれは裏切られた人が悪いよとか、裏切った人が悪いよとかっていうような、その正義とか悪の基準で話してるんではなくて、こういうふうな裏側をちゃんと知っておいた方がいいよねっていうことで今話してます。だから過失の判断ってすごく難しいんですよ。過失の判断ってすごく難しい。だから民事裁判とかってやって、こう 家の中での揉め事であったりとか、家族と、別の家族の揉め事であったりだとかね、近所付き合いの揉め事であったりとかっていうのは民事裁判で、こう判断されるっていうことになるわけですよ。つまりどちらが悪いとか、どちらが何やなとかって言いづらいんですよね。やっぱりそれって人の主観っていうものが入ってしまっている、自分からの目線でしか物事を見ていない。だから第三者の目でしっかりと判断してもらうっていうことを普段からするわけなんですよね。つまり感情と事実っていうのは切り離していかないと、どうしてもこの自分が裏切られてしまったんだ、自分は被害者なんだって思ってしまう傾向にあるわけですよね。こうやって自分が被害者になりやすい人ほど裏切られたと感じる回数も増えてきてしまうわけなんですよね。なのでそういうふうに裏切られているんだ、自分は裏切られているんだっていうふうな、その幸薄い感じの発想っていうものはどん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 周りからもないがしろに見られる、まあ、きっかけになっていってしまったりもしますし、自分でもね、自分のことを不幸せなやつなんだ、自分を裏切られるやつなんだっていうセルフイメージを書き込んでいってしまうので、どん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 それが加速していってしまうっていうわけなんですよね。だから裏切られるんじゃないかっていう目で見ているから裏切られたように感じるっていうこともあるし、裏切られやすい自分なんだって思っているから実際裏切られやすくなってしまっている、潜在意識でそういう風になってしまっているっていうこともあり得るし、自分って被害者なんですって言ってる人に周りは価値を感じないから、周りもないがしろにしているみたいな、そういう特にどん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 悪循環にはまっていってしまっているっていうことなんですよね。だから感情と事実っていうのはしっかりと切り離して、自分だけが裏切られているんじゃないんだっていう風に感じるっていうのがすごく大事なんですよね。すごく大事です。つまり相手にもしっかりと言い分はあるんですよね。だから自分が例えば友達のことを裏切ってしまったとしましょう。まあ、裏切ったというか相手がそれを裏切ったと判断したとしますよね。でもそれって自分にもきっと言い分があると思うんですよ。自分は全て 100% 悪いと思っていますなんてことはないと思うんですね。あいつがこうこうこうしたから自分もこうしたんだみたいな、そういった理屈があると思うんですよね。だからこれがみんなにあるっていうことを忘れないっていうことです。みんなにもそれがあるんだよって。だからこそ相手を理解していく、相手にも言い分があるんだろうっていう、相手はこうした理由があるんだろうっていうことを考えていくっていうことがすごく大事なんですね。裏切られた時にしかわからないことっていうのもめちゃくちゃあるんですよ。自分が裏切られたからこそ気づけたことっていうのがあるし、裏切られたからこそ相手の気持ちがわかったとかっていうことって多くあり得るわけですよね。でほとんどの人は裏切られた自分が、ダメっていうか、自分がこうかわいそうで相手が悪いんだって勝手に決めつけて、だから相手に責任を転嫁しようとしてしまうんですよね。でいや相手の方が悪いじゃないかっていうことをその理論を正当化しようとしていくわけなんですけども、じゃそれやって何なのっていう話なんですよね。だからいや相手が悪いのかもしれないけど、相手が悪いって判断したところで今の現状どうなるのっていうことなんですよね。何も変わらないじゃないですか。僕は現象としてしっかりと、いい方向に変えていかなければ意味がない。だから
何も結果が変わらない犯人探しで全く意味がないなっていうふうに思ってて、犯人探しをした結果何かが変わるから大事なわけですよね、そのプロセスっていうのが。だからそれを判断したところで何も変わらないのであれば、もうそれは僕はいらないなっていうふうに思うんですよね。そこって探す意味ないじゃないですか。だからしっかりとこの状況から何が学べるんだろう、この状況から次の自分に何を生かせるんだろうって考えていくことがすごく大事で、じゃあ相手の言い分があることを忘れないっていうことはやっぱ大事だなっていう帰結ですよね、結局のところ。だから、相手にも何か言い分があるんだろう、自分にももちろん言い分はあるんですよ。でその2つをしっかりと理解した上で考えていかないといけないよっていうことだし、それを踏まえてね、相手はなぜ自分を裏切ったんだろう、なぜ自分を騙したりしたんだろうっていうことから、判断していかないといけない。必ずやっぱ裏切られやすいっていうことは自分にも過失があるっていうことだったりするんですよね。まあ最近の M1 グランプリでペコパーでしたっけ、ペコパーがボケでね、ボケに2回車で引かれて、2回も引かれるっていうことは自分が車道側に立っていたのかもしれないっていうようなねツッコミをしていましたけど、なんかあの考え方僕好きだなっていうふうに思うんですよね。2回されたっていうことは何かしら自分に理由があるんだろうっていう発想ですよね。まあこれがすごく大事だなっていうふうに思うんですよね。だから自分が悪いって責める必要はないし、自分を否定する必要はないんだけども、あ、ここ直すべきなのかもしれないな、直すべきポイントがあるのかもしれないなって前向きに捉えていくことが人生においてはすごく大事だなというふうに思うので、ぜひ相手にも言い分があるんだ、だから自分にも直すところがあるんだっていう発想をね持っておいていただけたらなというふうに思います。でこういうふうに自分が変わっていく、相手がどうだこうだとかって言ってるのって時間持たないから、自分から変えていくのがすごい大事だねって言ってるのが僕のメールコミュニティになるんですけども、まあ、どんどんそうやってね自分の考え方とか価値観とかね、まあ世界の見方とかそういった部分をどんどん変えていくっていうことをみんなでやっていて、その結果ね、まあ、コミュニケーションが良くなってきたっていうような声がたくさんね上がってきています。でまあ僕がやりたいことっていうのはやっぱ結局のところね、人を責めたりだとかね、人のせいにしたりだとかね、勝手人で嘆いてるとかっていう人をなるべく減らしていきたいと。そういう人が減っていって、どんどん自分が自立してね、元気で人に与えることができてとかね、笑顔いっぱいでもういろんな人を巻き込んでいけてみたいな人が増えてきたら、絶対に今よりも人から奪ったりするのって少なくなると思うんですよ。やっぱりツイッターとか見ててもね、YouTube のコメントとか見てても、人のことをね、ボロッカスに匿名で言う人とかいるじゃないですか。ああいう人って、なんかすごい虚しいなって思うんですよ、見てて。そういう人ってどんどん増やしていきたいし、そういう人どんどん減らしていきたいし、で、そういう人たちに傷つけられた結果人から奪ってっていうことをした人たちが消えていくことによって、だんだん世界が明るくなっていくなっていうふうに僕は思うんですね。でそういう時代に入ってきたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。こうやってインターネットがブワーって普及していって、でインターネットが普及するのに伴って、まあ人に承認されたいで、承認されない人は人を傷つけて自分を上げようとするっていうような、まあ、なんか一種の文化みたいなものがブワーって広まってしまったんだけども、で今ちょうどね平成から令和っていう時代に入ってですね、もうこれからね、こう節目なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。これからは、日本人も精神性を高めていかなきゃいけないよなっていうふうに思うわけですよね。本来日本人っていうのは精神性の高い国だったわけですから、今はね、世界一、幸せな国っていうのはブータンだと言われていますし、精神性が一番高いのもね、まあブータンだっていうふうな声も高くなってきてはいるんですけども、いや、本来はそれは日本のポジションだろうと僕は思っているので、なのでまあぜひね、この、自分っていうものを高めていく、自分の考え方、精神性っていうものをどんどん育んでいくっていうことをみんなでしていきたいなっていうふうに思っていますし、そうやって自分自身を高めていくことによってイライラすることがなくなったりとかね、人に優しくできたりとかでして、どんどん人生も絶対良くなっていきますから、そういうふうにねみんなでやっていけたらないっていうふうに思ってます。なのでまあ、そういったメンバーを増やしていきたいよっていう思いで僕メールコミュニティやっていますので、ぜひ概要欄の URL から参加してみてください。で毎日こんな感じで動画もアップしていますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。